ディズニーリゾートクルーザー。ディズニーリゾートクルーザーは、東京ディズニーリゾート TDR 内を運行する送迎バスである。料金は無料。つり革やボディー細部などが、ミッキーマウスの形をした特注車両を使用している。ベース車はいずれも日の自動車製で、初代は、レインボー RJ とメルハ Q であるが、共に同じデザインの完全オリジナル車体を仮装しており、 丸みを帯びた、可愛らしいデザインが特徴である。2代目車両は、レインボー HR とメルファで、初代と比べるとやや角ばったデザインになったが、初代と同様、車体そのものは完全なオリジナルであり、ベース車の原型を止めていない。三代目から、ブルーリボン2とレインボー2が使用されるようになったが、こちらは純正車体を改造する方法で製作された、ため、 ベース車のボディを色濃く出す格好となった。2001年7月のディズニーリゾートライン開業前には TDR オフィシャルホテル東京ディズニーランド TDL 間にシャトルバスホテル循環線が運行されていた。これは東京ベーシティ交通が貸切免許で運行していたもので3扉の一般路線車同様の車両であった。朝夕は各ホテル所有の自家用バスが tdl ホテル間に運行された。またディズニーアンバサダーホテルも開業と同時に自家用バスでホテル tdl 間の運行を開始した。しかしディズニーリゾートライン開業を機に運行形態は大きく変わった。オフィシャルホテルマイナスパーク間はホテルマイナスベイサイドステーションのリゾートクルーザーとリゾートラインの乗り継が原則となった。このためディズニーホテル宿泊者には 宿泊日数分のリゾートラインの乗車券が手渡される。以前はオフィシャルホテルでも同様のサービスを行っていたが、現在はディズニーホテル独自のサービスとなっている。しかしながら、サンルートプラザ東京に関しては、TDL との距離が近く、ベイサイドステーション経由になると宿泊者の利便性が損なわれた目バスの運行が損敬された。また、ディズニーアンバサダーホテルは、 リゾートラインの駅から遠いため、バスによる送迎が続行された。サンリュートプラザ送迎は、リゾートクルーザー2台とホテル所有の一般車による運行がメインとなっている。アンバサダーホテル送迎車は、開業以来、ミッキーマウスのペイントを行った全中飛の中型一般車が運用されてきたが、宿泊者からリゾートクルーザーを希望する声も多く、 まず一台がリゾートクルーザーに代替された。この代替された一台は京成トランジットバスに売却され、前浜駅からのキャストメンバーズシャトルとしてオフィシャルホテル従業員輸送に用された。その後2006年にもう一台も置き換えられた。2007年9月から新型のリゾートクルーザーが一台運行されていたが、2007年にモデルの改良版最新型リゾートクルーザーが5台。 増車され、B ルートに限り、2008年9月3日より、ホテルオークラ東京米、東京米前浜ホテルクラブリゾート、旧東京米ホテル東急、サンルートプラザ東京は、新型で運行している。新型車が、計6台となったため全オフィシャルホテルにて、新型車での運行が可能になったが、契約上の都合で、ヒルトン東京米は、形状の異なった車両にて運行中。 シェラトングランデ東京米ホテルへは2009年5月1日より新型運行開始。B ルート各オフィシャルホテルマイナスベイサイドステーション便用の旧型車両6台 M401M406 は長近距離を1日約100往復する過酷な使用状況のため老朽化が進んでおり、不具合箇所の多い排気ガス規制対策未実施車両3台は 新型導入に伴い廃車された。また、2014年までに、残りの3台も廃車された。なお、ディズニーアンバサダーホテル便にも新型が2台が導入されたが、今までと同様に中型車ベースではあるもののシャーシを、ストレッチ改造をされている。これは、アンバサダーホテル送迎ルートがホテルを中心に、ランドシーの両パークを循環する運行になっているために、 直接ホテルを利用しない、ゲストの利用も多く、しばしば積み残しが発生し状況を改善するための措置である。ディズニーリゾートクルーザーは、緑ナンバーの営業車と、白ナンバーの自家用車の2種類に対別される。このうち緑ナンバー車は、ビールート用に当初から、京成トランジットバス所有の緑ナンバー車として、申請された車両と、ディズニーアンバサダーホテル用の自家用車が、 京成トランジットバスへの運行管理委託後に移籍し、営業ナンバーを取得した車両がある。元アンバサダーホテル所有者は、京成トランジットバス地ドり営業所の所属で、ホテルとディズニーランド、ディズニーシーを結んでいる。なお、ディズニーシーとディズニーランドの二転換輸送が目的では、ないので直通運行はせず、必ず、アンバサダーホテルで乗り換えとなる。白ナンバー時代当初は、 大震東へ運行管理委託をしていたが、2016年4月より、京成トランジットバスへの委託に変更され、さらに2016年夏頃から年末にかけて全車が、緑ナンバー化された。ディズニーリゾートラインのベイサイドステーションと、各、オフィシャルホテルを結んでいる。白ナンバー、自家用車両に付けられる、白地緑地のナンバープレートの車両は、各、 オフィシャルホテルが独自に所有しているため自家用車である白ナンバーとなっている。実際の運行管理は大新東に委託している。原則として舞浜駅と各ホテル間や深夜、早朝など緑ナンバーの車両が運行しない路線、時間帯、または宴会客など特別な事情による送迎に利用されている。ホテルのバス乗り場は TDL 業と東京ディズニーシー。 TDS 業に分けられ、ホテル TDS とホテル TDL はたとえ車両が通し運行する場合でも通し乗車はできない。ただし運行開始当初はホテル TDSTDL ホテルの循環運行であったリゾートクルーザー導入前。ディズニーアンバサダーホテルと各パークを結ぶバスは時刻表に従った運行であり、朝と夜は8分間隔。 日中は10分間隔である。これは宿泊者へのリゾートラインの乗車券提供が2008年1月を、もて終了したために増発されたものである。この増発で5台配置4台仕様となっている。アンバサダーホテル両パーク便、A ルート及びオフィシャルホテル、マイナスベイサイドステーション間、B ルートは、緑ナンバーの営業車を使用し、京成トランジットバスが運行している。 白ナンバーの自家用車は、オフィシャル、マイハマ及び、オフィシャルの送迎臨時便で大新東に運行委託している。大新東は、以前から、TDR のキャスト輸送バス、キャストメンバーズ車と、両パーク内のバックステージ、関係者区域内循環、及び、早朝、深夜の浦安駅 TDR の運行を、TDR の経営、運営をしている、オリエンタルランド、 アルックから受託していた。前述のキャスト輸送バスは当初はアルック所有の自家用白ナンバー車の運行管理業務のみであったが、その後車両も大新東所有の営業者となり特定免許で運行となった。その関係で同社は舞浜営業所を東京ディズニーリゾートの隣接地に設置している。しかし現在の校内車両は早朝深夜の浦安駅便も含め 京成トランジットバスが受け負っており、同社が新造した車両を使用して貸し切免許で運行されている。大新東の急行内車両は塗装変更の上、舞浜営業所から転出したが、一部は送迎貸切用として京成トランジットバスに移籍した。東京ディズニーリゾート公式ホームページには A ルートと B ルートが路線として掲載されている。東京ディズニーランド 東京ディズニーシーとディズニーアンバサダーホテルとを結ぶの A ルート、ディズニーリゾートラインのベイサイドステーションと5つのオフィシャルホテルを結ぶ B ルートである。両ルートとも、京成トランジットバスの営業車、緑ナンバーで運行されているが、A ルートは元ディズニーアンバサダーホテル自家用車、B ルートは当初から京成トランジットバス所有の A 車、緑ナンバーで運行されている。 また、TDR 公式ホームページにも記述があるが、上記運行区間以外に、各ホテル婚礼宴会利用客等の送迎用としても、下記の区間が、おおむね20分間隔で運行されているが、あくまで臨時運行となっている。この場合は各ホテルが所有している通常車両での運行も含まれる。また、オフィシャルホテルでは唯一、サンルートプラザ東京が、 ホテルから TDL へ定期運行を行っているが、リゾートクルーザー以外の一般車両も共通運用のためルート名は付けられていない。一部の便はホテル、舞浜駅 TDL ホテルでの運行となる。また、2003年頃まで平日のみの運行ではあるが、シェラトンホテル所有者がホテルから浦安市内を経由して、伊東洋華道新浦安店付近までの送迎を、 定期的に行っていた。これは、ホテルの飲食施設等の地元在住者利用を促進するためであったが、利用者が少ないことから廃止された。TDR 外への定期運行はこの路線だけであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。